7座禅。お寺を巡って座禅を組む、はい、というのを始めてちょうど1年になるんですね。そうですか、はい、お寺に来てご住職のお話を聞いたり、はい、お寺ならではのことを体験させてもらったりして、日常からそこまで離れた場所ではないような、うんうんうん、そういうふうに今は感じられるようになったんですよね。よかったです。本来ね、お寺って皆さんたくさん集まるところでございますんでね、なんか気持ちがスッとしたなとか、気持ちが落ち着くなというふうにね、まずそういうふうに気持ちになっていただけたら一番ありがたいなというふうに思っております。いやー、なんか無心で書いてましたけど、ええ、これまであんまり気にしてなかった四季の移ろいっていうのを、うんうんうん、お寺に来て感じることが多かったんですよね。なるほど。特に金木犀とかはすごく香りが強くて印象に残っていて、うんうんうん、また次書くときにどんなことを思ってるのか楽しみです。楽しみですね、本当にね、うん、実は、はい、このお寺の、はい、ワンちゃんのシーちゃんもちょっと入れてみたんです。ありがとうございます。シーちゃん入れてくれたんですね。そうなんです。よかった。どうしようかなと思ったんですけど。うちの足音がちょっと残していただきまして。そうなんです。今ワンって吠えてました。